収束していく魔力の波。これだけの規模の大魔術を法人も触媒もなしに行うとは。27祖クラスの使徒が再び現れたと。教会から使徒討伐の発令はありませんか。町一つを覆う結界を教会が観測できないなんて、まるでこの町と外の時間が違っているような。状況は見えませんが、ここで手をこまねいているわけにもいきません。何であろうと使徒が台頭したことは事実。教会の代行者として処理しなくては。まあこの町にはおせっかい焼きが多いんで、放っておいても解決はするんでしょうけど。それで大怪我をされたら食事を一緒に取ることもできませんしね。そこの青少年、先輩止まりなさい。それ職権乱用ですよ。ラウンド1ファイト。もう逃がしません。くれないよね。ラウンド1ファイト。負けません。ひょりゃ、もう一回。ゼロ、よあなたの罪はあなたの命で調停します。You win。 ラウンド2それ、ファイト。今回は見逃しますが、次はありませんよ、弓塚。まだ悔いがあるなら、果たすまで私には出会わないことです。
お手柔らかにね。さてさて始めますか。ラウンド1ファイト。まだまだ。すごいすごい。すごいすごい。ご案内。ご案内ですか。どうよ。ご案内。どうよ。ご案内。すごいすごい。ごめんなさい一枚ね。行きます。倒れなさい。さあ。日差しにしてあげましょう。ポーン、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 さあ、来なさい。かかった。さあ、やってくれますか。せや、せや、よし、行きます。倒れなさい。やられた。まったく、手間をかけさせるんですから。You and me。 ラウンド2やってくれますか。やってくれますか。やってくれますか。ご案内。ご案内ですか。ほらほら。さあ、やった。はっ、やっ、はっ、やっ、やっ、反撃。やっ、やっ、やっ、すごいすごい。これが互いの実力差です。埋葬期間7位のは伊達ではないと理解できました。鍾乳洞があったとは。しかしこれではまるで死とも。そう、吸血鬼のねぐらだな。懐かしいだろう、エレイジ。たった数日とはいえ、お前も存分に味わった美食か。否定はしません。血を吸われずとも仮初めの吸血鬼となり、使徒として犯した罪は永劫に消え去らない。私にあなたを下道と蔑む資格はない。おう、俺の転生先に選ばれ、舞を塗り替えられていく事故に震えていた小娘とは思えない。ゼリーだ。
妖怪のしつけは厳しい。さぞ陰惨な罰と試練を押し付けられているか。何回死んだ。その死ねない体で教会の盗作者どもは何回お前を殺し、何回達しやがったんだ。ああ、まさに最高の生贄だ。奴らは魔女狩りにしか興奮しない聖人様の集まりだからな。お前はさぞ愛され殺され続けただろうよ。そうですね。彼らの教えは厳しく、だからこそ私は立ち直れた。私が手にかけた人々を上回る死を体験して、私はようやくシエルという代行者になったのです。おう、ではあの夜の悪夢から解放された。その体は聖なる灰を許されたのか。まさか。罰は受けました。贖いはこれより永劫に続いている。私は埋葬期間7位、聖獣の代行者シエル、その名にかけて死とロア、あなたのような吸血鬼を残らず地上から抹消する。ラウンド1ファイト。たまんねえな。まだまだ。やってくれますね。まだまだ。日差しにしてあげましょう。たまんねえな。俺の番か。こんなところですか。ムービー。ラウンド2ファイト。ここからだ。あなたに次の生はありませんか。死の腕は今度こそその邪神を捕らえた。行きますよ、セブン。ラウンド1ファイト。もっと倒れなさい。手加減できませんからね。終わりですか。まったく、手間をかけさせるんですから。ユンビン。ラウンド2ファイト。負けません。くれますね。
正確です。ダウンド3ファイト、ファイト、逃げちゃってくださいね。ユーミン。これが互いの実力差です。埋葬期間7位のが伊達ではないと理解できました。懺悔は済みましたか？かい命粉々にしてあげるの。ダウンドワンファイト。そうだそうだ、終わりですか？行くわよ。行かないわよ。負けろ。遅い。このやってくれますか？この負けろ。さえあげる。行きます。倒れなさい。効かないわよ。抜けろ。邪魔よ。これだ。この抜けろ。ゲイオン、私の負けです。こんなところですか。ユーミン。ダウンド2ファイト。危ない。この行きます。倒れなさい。行くわよ。そーら効かないよ。遅い遅い。このレイオン、私の負けです。こんなところですか。ユーミン。祈りを知らぬ者、感謝を知らぬ者に鉄槌を。眠りなさい。死の淵への刹那こそがあなたに与えられた最後の改心です。よろしいかしら。さてさて、始めますか。ダウンドワンファイト。もっと倒れなさい。さて、かわしきれるかしら。囲えろ。100倍にしてなくしら。囲えろ。うっとうしい。よろしく。行きます。倒れなさい。いい気にならない。ひょっと甘いわね。ゼロロー目障りますね。なんてちょっと脅かしただけですよ。ユーミン。ダウンド2ファイト。えそこ引き離すね。
おどきなさい。やってくれますね。見せないで。やってくれますね。もっと倒れなさい。いい気にならないでしょ。ラウンド3ファイト。もう一勝負、お付き合いしてもいいですか？代行者シエル、以前から話には聞いていたが、実物はより鋭く高潔な戦士だし、奇襲で済むものを私との一騎打ちに応えるとは、君の戦いの精烈さは埋葬機関というより我々に近いようだ。あなたも教会の騎士にしては正直すぎますね、リーズバイフェン。彼らの常は数による相当、主の意向を示すためにはあらゆる慈悲を覆い隠す。正直、聖堂騎士の中で一騎打ちを望む者が残っているとは思いませんでした。それがたとえ使徒を守るためのものだとしても。それを言われると少し辛いな。だがそのおかげで君とこうして戦える。吸血鬼討伐のレコードはほぼ同数、アンカー使いとしての名声も同格となれば、あとは直接戦って結果を出すのみですね。望むところです、盾の乙女。どちらがより優れた聖典の担い手か決着をつけましょう。ラウンド1ファイト。嫌な性格です。兄弟止め。行きます。倒れなさい。ソロなら超えない。私にしてあげましょう。器用だね。なんて、ちょっと脅かしただけですよ。ムーンウィン。ラウンド2。はい。ファイト。逃がしません。負けません。やってくれますね。はっ、フリップ負けません。やっと、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 
固有結界が収束した。いえ違う、これは心象風景ではなく本当に世界が滅び去った後の光景。そんなバカな、それでは神祖の空想具現化だ。たとえ27祖としてもあれを使用できるのは睡魔すみれだけと聞きました。その通りだ大工事。空想具現化は星の触覚である神祖たちにのみ扱えるもの。これは切り取られているごくわずかに私が演算し運び込んだ世界の死に進む。世界の死ににしては随分と現実感があります。これは魔術理論世界乱そのものです。卵の内側にして外に、この世界があなたによって完成される。内と外が入れ替わる。空想が現実に侵食するのではなく、現実が空想に封じ込められる大禁忌。これだけの魔術式を作り上げる以上、あなたがたたりのようですね。そうです、私はオシリスですよ。伝染した賢者の意志を持つ霊長の守護を達成するもの。私はワラキアの夜と違う。共に目的は同じ。賢者の死によって私の末端となる大行者。その優れた魔術回路を使われてこそ意味がある。同じですよ。あなたが何者かは知りませんし、人間を救おうとする目的もまあ本当なのでしょう。ですが同じです。あなたも血に飢えた吸血鬼に他ならない。理解できない。私とワラキアの夜どうしよう。まだただの一人も手にかけていない私が。ええ、殺すためにたたりを起こすのに、殺した後のたたりを起こすの。あなたに殺人の快楽はありませんが、やっていることは同じです。いいえ、手を汚さないに、あなたの大量虐殺は罪深い。ボタン一つでリセットするのに、あなたの機能だけで十分です。感情で道理を語る。いいだろう。我が赤き水に飲まれ、生きたまま回路となるもの。人間の業を持ったまま、この世の終末を見届けよ。ラウンド1、トゥインファイクル、オールデス、レギスト。危ないっと。さあ、我が赤き水の不覚でした。やってくれますね。やってくれますね。おう、よっ、神です。動き、嫌な性格です。動き、覚悟です。終わりですか。神よ、もろいよ。ラウンド2、ファイト。おう、不覚です。動き、おう、神です。おう、めっちゃダブルセブン、ロック、飲み込む。オウ、負けません。さあ、やだ、赤き砂と帰る。嫌な性格。エルメスの一末となれ。ニュールーズ。肉あるもの、形あるものは消え去るのに、滅びの先に残るものは死を知らぬ数値たちだけだ。
ラウンド1ファイト。取り出す不覚でした。覚悟した。嫌な性格です。動くな。オウヌ。行きます。動かなさい。帰るぞ。消えなさい。オウヌ。終わりですか。神です。行きます。終わりですか。オウヌ。ケイオン。まったく、手間をかけさせるんですから。You win。ラウンド2ファイト。オウヘイ。カニですね。サムライト。じゃあわが赤きカニですね。動かなくてカニですね。不覚でした。動くな。敵サイチエーテライト。バーディスタアブソリュート6。何か取りなさい。嫌な性格です。動くな。オウヘイ。覚悟なさい。やってくれません。覚悟なさい。オウヌ。さあまだ赤倒れなかった。フェルネス。逃げるなら逃げちゃってくださいね。ユンビ。タタリは完全に消滅。エルトナムが起こした不老不死への道もついえたということですね。オシリスですね。錬金術の基本にして最奥と言われる賢者の石、あんなにも錬成する技術は素晴らしくはありましたけど、私たちにはまだ手に余るものでしょう。と、次の指令ですか。タタリが消えたといっても、その後始末は山ほど残っている。休んでいる暇はありません。この町に隠れる死者たちの処理もあと半年というところですね。その後はいい加減彼女と決着をつけることになるのでしょう。まあその時はその時です。今は当面の責務を果たしましょう。もし本当の救いがあるのだとしたら、何かの間違いで彼女が共存できる日も来るかもしれないですし。